結局俺はまたネカフェに泊まった。昼から部屋を探しに行こうとか、ウィザードを探そうとか、マリスと戯れようとか考えたけど、どうにも眠くて、眠ったり起きたり。久しぶりにあのドロッとした暗い海の夢を見た。魔法使いは暗い海の夢を見るか。どうなんだろう。俺はずっとこれ以外の夢を見ていない。5月15日深夜にメア本部内で大規模な戦闘が発生しました。国民の皆様には大変ご迷惑とご心配をおかけしております。本事件に関しましてメアは逃亡したギルドの魔法使いである通称つむぎ、および逃亡を手引きした元メア隊員西島サリ、土郷正義、鵜飼喜一郎、以上4名の行方を現在鋭意捜索中です。メア公式ウェブサイトおよび手配ポスターなどをご確認いただき情報をお寄せください。どうぞよろしくお願いいたします。あの3人だよね。間違いない。すっすごく危ない人たち。ギルドのスパイかな。道郎さん、まずいな。報奨金各200万円。3人分の情報なら600万円。山分けだと300ずつだな。どういう計算？富裕層はいいだろ。まだ言うか。大丈夫大丈夫、もう調整は終わったから。調整？まあ見てよ。右手を上げろ。左手もその場で回れ。うわあ、バカバカしい。うわあ、やめて。てめえ、俺たちを何だと思ってやがら。なんて呼ばれたい？戦闘員？どれ？連帯責任。道郎さん、首にちょっとした装置を埋め込んだ。アプリで遠くからでも操作可能。もともとは刑務所の囚人を管理するシステムとして開発されたんだけど、人道的に問題があるということでお蔵入りさ。わかる。電撃だけじゃないよ。首輪には小型爆弾が仕込んである。いざとなったらドカーン。クジライ様、いくらなんでもこれは。言ってみて。悪趣味。それは否定できないね。もっと言えば下品でさえある。言い訳はしないよ。でもこの人たちを殺してしまうのはなんだか違う気がしたし、かといって解放したらこの教会は使えなくなるだろうし、そして出した結論がこれ。モアの批判は甘んじて受けよう。道郎さん、この人たちはもうメアじゃないみたい。え？メア本部の事件の容疑者、容疑者というか犯人確定みたいな。そうなのかい？報奨金各200万。なんだ、スパイに仕立て上げようとかさ、ワクワクしてたのにな。こうなったらもう始末するしかないか。親切で面倒見が良くて、博識で行動力もあって頼りになる先輩。でもこの人は壊れているのかも。桐泉君、今日入ったフォグの情報だよ。場所はメア本部の近く、オーチャードロードの鳥貴族あたりだね。わかるかな？モア、ニカ、一緒に行ってあげてよ。ここは大丈夫だから。
これで支配できるから。爆発させない？うん、オフィスを壊したくないからね。マリン君、呪文をどうぞ。覚悟なき者に風は吹かない。あの眠ってるのかな。どうせこっちの気配で目覚める。起こしてやろう。悪いな、すぐに眠らせてやる。引くぞ。1、2、3。うん、空気が濃いよね。包まれてる感じ。わかる。この風が二人の心を刺激するらしい。その感覚が俺にはわからなくて、少しだけどムカつく。風は汝を解き放つ。なんだよ。マリン君の怖い顔、綺麗だったからつい。300円。安っ。至急オフィス集合だって。何かあったのかな。急ごう。おかえり。こんばんは。改めて紹介しよう。こちらはなんとも不条理な事件が原因でメアを追われてしまった西島紗理さん、土郷正義さん、鵜飼喜一郎さん、そしてこちらはオールのメンバー、深町モア君、目黒ニカ君、桐住マリン君、僕はオール世話役の鯨井道郎。以上、全員本名、隠し事はなし。風向き変わった？4人でじっくり話し合ってね、僕たちの利害は究極的には一致していることが分かったんだ。だから協定を結んだ。私たち魔法使いはギルドとメアに分かれて、断るごとに殺し合う。その様子を娯楽として消費する大衆。本当なら誰もがこの街で楽しく過ごせるはずなの。その日を夢見て私はメアで働いてきた。でもこんなことになって分かった。メアが戦うのはメアの存続のため、魔法使いと一般大衆が手を取り合う幸福な未来のためではない。それを知って実はまだ落ち込んでいるんだけど。そんな時にこうして僕たちは出会った。教会だけに神のおぼしめしか、はたまたこの町らしい偶然か、僕たちは一緒にやっていける。きっとやれる。オールの仕事？それだけじゃない。ニューオーダー、新しい秩序を作るんだ。この混沌とした渋谷から始めて、東京、日本、そして世界をアップデートする。僕たちはその実現のために戦う戦士だ。別名電気ショックの奴隷。裏切れば爆弾でこっぱみじん。何か質問は？新しい秩序って？魔法使いの日々は過酷だ。法律、モラル、正義だって魔法使いには適用されない。抑圧され、不満と不安、絶望を抱えた魔法使いのなんと多いことか。このままではいけない。現状はもうシンプルに歪だ。だからね、魔法使いと非魔法使いが共存するための新しい秩序が必要なんだ。僕たちはその秩序の獲得を狙っていく。桐住マリン君、君が最強の魔法使いになるところから物語が始まるんだと思う。ひょっとして反乱とか革命とか考えてるのか？その桐住を独裁者に祭り上げおったが、
僕たちは歴史から学ぶことができる。同じ過ちは繰り返さないよ。話が大きすぎる。そんなこと考えてなかった。俺は自分のためにしか戦わない。うん、桐泉君はそれでいいよ。でも周りは放っておかない。世界は君を中心に回り始める。そこは覚悟しなくちゃ。モア、ニカ、桐泉君、リンクを送ったからアプリをダウンロードして。何のアプリ？ビリビリアプリ。簡単操作で3人に電流を流せる。複雑操作にしとけよ。起爆アプリの所有者は僕だけにしておく。さて、ドゴー氏と鵜飼氏、桐泉君は僕と来てほしい。モアとニカは西島氏と一緒に留守番を頼むよ。ほら、あれ。社会的にも抹殺されましたね。剥がしてももう意味がない。意味なんかいいんだ。いや、剥がして回るのも面白いかもね。人目に触れる機会は確実に減るし。こうしよう。手配書を見つけたらとにかく剥がす。これをオールの業務に加えよう。よう、切り澄み、お前は何歳だ？19。そっちは？道後正義、32歳。お、同い年だね。一応俺は28、西島ちゃんは確か22だ。モアは20歳で、ニカは18歳。この話、何？年功序列とか言い出す気？知っていると安心だ。お前が何かバカをやらかしてもガキだから仕方ねえと思える。俺が正しい時はガキのくせに生意気だ、だろう。正解、ガキのくせに生意気だ。メアの皆さん、お疲れーっす。どうも。夜中だぞ、さっさと打ち帰れ。いや、手配書のどこを隊員？人違いじゃねえのか。メアに確認しよう。わっ、通報は困るな。うわ、保証金。さっさと行こう。なあ、切り澄み、お前の武器、それなんだ？シャープペンが魔力変形するんだよね。思い出のシャーペンかな。まあそんな感じ。エピソードは言わないけど。名前はあるのか？剣の名前。テンペスト。テンペスト？確か嵐って意味だろ。かっこいいね。シャーペンの剣だから、シャーケンでいいじゃねえか。シャーケン。ビリビリすんな。野良魔法使いとして生きるなら、今から言う呪文を覚えること。俺たちもいいのかい？俺の口はあまり固くないけど、鵜飼氏の品性を信じるよ。魔法も武器も自己責任。たまれ！どうも、鵜飼。よう、メア松岡。俺でよかったな。同期のよしみで穏便に済ませてやる。さあ、投降してくれ。とか言っちゃってよ。殺す気だろ？そういう命令が出てるんだ。そんな野蛮な命令は出ていないが、望まれている空気は。昨日からこっち、惨めすぎてな。死に場所を探していたところよ。さあ来い。やけくそだな。桐泉君、後ろ。
さすが賞金首、人気者だな。任せた。ここまでか。注目、僕は魔法爆弾を持っている。爆発すれば半径15メートルは吹っ飛ぶぞ。そこ道を開けて。ほら開けて。これ見ろよ、爆弾が仕込まれてるんだ。あいつイカれてる、本気でやるぞ。どこさん行こう。何言ってんだ、俺はまだやるぞ。逃げよう。日郎さん本当は弱いんだよ、きっといっぱいいっぱいだ。顔を立てよう。道郷さん行って。クジライなら生きてるぞ。どうしてわかる？あの人の心臓が止まったら俺たちも爆発するはずだからな。多分あったりじゃねえ。いや、明日明日。僕は目的をなくした愚か者。死に場所のことはいつも考えている。そういう意味では道郷氏と同じだ。でもさっきのは違う。あれが死に場所のはずがない。僕たちも誰にとってもね。だから一芝居打ったのさ。ああ感謝しろってか。自分語りはネットに書いとけ。俺は礼を言うよ。死にたいと思ったことなんて一度もないから。それはいいね。うん、いいことだと思う。その時はきっと来る。それまでは勝手に死なれちゃ困るんだ。彼女たちに急ぎの用事ができたらしく、私も教会から連れ出されていた。武器は奪われ、首輪はそのままだけど拘束はされていない。二人からは敵意を感じない。あるのは昨日まで敵同士だったという気まずさだけのような気がした。109近くで派手な戦闘、これクジライ様たちだね。大丈夫かな。少なくとも日郎さんは無事ね。あの人が死んだら私は爆発するから。そうか、ごめんなさいね。うちのクジライ様が。応援に行くの？ううん、あっちは4人いるからね。それにこっちのミッションは緊急だから。ミッションって何？場所はスペイン坂、歩きながら話すね。渋谷オールの活動のメインは愚者の応援。愚者が復讐を果たす時のサポートなのね。ごめん、愚者って？強い意志でモンスター化を抑えているダムドのこと。復讐に必要な力を得るために意図的にダムドになった人。愚かな行為だけど、その気持ちはよくわかる。そういう人を私たちは愛を込めて愚者と呼んでいるの。そんな人いるんだね。考えても見なかったな。今日の依頼人は木下陽次というお兄さん。ずっと探していた仇を見つけたから思いを遂げるって連絡があったの。木下さんギリギリだったんだよね。間に合ってよかった。西島さん、クジライ様のことを知っていたでしょ。あれはどうして？魔力所持者リストに載っていたのを覚えたの。一度でもメアと揉めたらリスト入りは覚悟して。やだな。顔も？もちろん
メアの撮影班は巡回してるし、盗撮して送ってくる通報者も多い。魔法使いに気づくんだから、その人も魔法使いってことだよね。裏切り者め。いろんな人がいますよ。ねえ、深町さん、目黒さん、私の武器返してくれない？かなり戦力になれると思うな。ごめん、それはできないかな。拘束は首輪で十分だと思うけど。これね、結構心がくじける。ですよね、ごめんなさい。でもやっぱり武器はダメ、ごめんなさい。サリさん、有名人。悪そうな顔。手配書を剥がして回れば捕まるリスク減るかもね。そうだね、見つけたら剥がしちゃおうかな。ねえねえ、西島さん、メアで何があったの？事件のこと？うん、真相はわからないけど、もともとメアに不満があった幹部にギルドが接触を図った。その結果、幹部はギルドに寝返って、その過程で起こった戦闘に私たちは巻き込まれてしまった。副長官は幹部の不祥事を隠蔽するために関係者全員の抹殺を画策。でも私たちは逃げて生き延びた。そんな感じかな。濡れ衣？そう、それ。メアってもっとちゃんとしてると思ってたな。そうだよね、私もショック。木下さん。深町さん、どうしてメアが一緒なの？うちの新人なの、コスプレが趣味。どうしたの？少し前に砂田から15分遅れるって。でも僕はもう15分も正気が持たない。頑張ろうよ、やっと見つけた家族の仇でしょ。間に合わなかった深町さん、代わりにやってくれませんか？でもさ、自分でやらないと意味がないというか。意味？愚者になった意味ですか？そんなものはもういいんです。父がルブルンの中毒になって、挙句に他人を傷つけ、懲役の中でなんとか治療して社会に復帰したのに。砂田がまた父にルブルンを渡しました。母と僕はもう父に近づかないよう砂田に頭を下げ、言われるがままに金を渡して、でも父はダムドになってしまい、メアに処分されてからは。その時母も、もう意味なんてないんです。あるのは憎しみだけ。父の死は自業自得だと世間は言います。その通りだと僕も思う。でも砂田のような奴が一人でも消えれば、深町さん、もう抑えられません。ご迷惑をおかけします。木下さん、うそ。私も戦う。私の装備を。
願い。皆さん、お大事に。離脱しよう。了解。木下さん、消してあげられなかったな。うん。身寄りはいないって言ってたから問題はないと思うけど。そうだといいね。いいのかな、あんな仕事いつまで続けるの。二人とも気が重いでしょ。傷ついているでしょ。そんなことないけど。私には2歳年上の姉がいたの。自慢しすぎて笑われるくらい姉が大好きだった。でもその姉が選んだ恋人がクズでね。ルブルムに手を出して姉の人生まで壊しちゃった。姉は結局自警団に殺されてしまったの。悪いのは誰？姉？男？自警団？ルブルム？そう、結局そこだよね。ルブルムがある限り悲劇の連鎖は断ち切れない。ルブルムはアナザーにある工場で作られている。その工場を破壊すれば供給を止めることができるはず。メアならそれができると思って隊員になったけど果たせなかった。ねえ、一緒にやらない？やりたい。うん、そうだよね。あ、そうだ、これ返しておくね。ミチローさんにバレたら困るでしょ。ううん、そのまま持っていて。いいの？信じてくれてありがとう。